こんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただきございます。最近ですね、ちょっと太りまして、痩せようと思ってます。というのもこの動画を見てくれたあの昔の友達とかがね、LINE で連絡くれるんですけど、ちょっと最近太ったよねっていう話をされて、まあ、確かにあの昔の僕もっともっとあのガリガリに痩せたんですよ。で昔に比べるとあの自分でもこう動画を見ていて太ったなっていうふうにこう思うことがやっぱあるんですね。で僕銭湯とか結構よく行くので、あのどんなもんかなと思ってあの銭湯の体重計に乗って測ってみたんですけども、昔よりもですね本当に 6,7 キロぐらい太ってたんですよね。でまあ確かに思い返してみれば、僕あのファミチキとかすごい好きなの、ファミチキとかあとタピオカとかね、あのたくさんこう、まあ、今年の夏ぐらいからね飲んでたんで、まあそこは確かにそうだよねっていうことで、まあ、ちょっと納得しちゃったんですね。まあまだ平均体重というか、まあ、一般的に言うとこう全然太りすぎのレベルではないんですけれども、まあ少しでもねこの動画をやっている以上、まあ、よくまあ見せたいというか、あの見てもらいたいなということで、まあ、ちょっとだけねあのこれから絞っていこうかなと思っています。あと単純にこう太ったっていうことよりも、まあ、自分的に良くないなと思ったのはその体重を把握していなかったことですね。まあ、学生の頃がこう社会人になって今までほとんど体重を測ったことがなかったので、まあ、その把握をしなかったっていうことの方がね、良くないなということで、まあ、今回ですね、我が家にある体重計を買うことにしました。で今日はそれを紹介しようと思うんですけれども、今の3週間ぐらいですかね買ってから使っていて、まあ、かなりねいい感じなので今日はそれを、ね、皆さんにご紹介したいなと思います。体重計も本当ピンキリというか、まあ、安いものから高いものにたくさんあるんですけれども、まあ、ちょうどね周りのこう僕のブロガーの友達で最近この体重計を買ってめちゃめちゃ良かったですって話を聞いて、まあ、それをねそのまま受け入れて、取り入れたんですけれども、それがですねこちらにあります、ウィシングスっていう、メーカーから出ているボディプラスっていう名前の体重計ですね。でこれねウィシングスっていうのはもともとノキアっていう、ブランドの名前で売られていたものなので、ノキアっていう名前はね、聞いたことある人いるんじゃないかと思います。大体 Amazon で1万3000円ぐらいで買いました。でいろいろある体重計の中でこの体重計を選んだ一番ね大きなポイントっていうのがありまして、それはですねこの体重計は乗るだけで自分の体重を毎日ですねクラウドに自動保存してくれるんですね。ネット上に保存をしてくれるっていうこれ体重計になってます。最近の体重計はこういうのが増えていて、体重を、ね、自動で保存してくれるものが増えてるんですけれども、よくあるのはスマホと Bluetooth で連携をしてスマホの、ね、中のアプリにこう記録をしてくれるっていうものが多いんですけれども、結構ねそれ手間なんですよね。スマホを必ずまた、オフロードのところに持ってこなきゃいけないし、 Bluetooth ね毎回こうつなげなきゃいけないので、そこがね結構手間だなって感じてしまうことが多かったんですけれども、このねボディプラスのいいところは直接家の Wi-Fi とつながってるんですよ。家のネットワークとつながっていて、で乗るだけでそこから直接ネットに、アップロードしてくれます、自分の体重を。で、それを後からスマホで見れますっていうものなので、いちいちそのスマホを持ってったりとかスマホを操作する必要がないんですね。なのでお風呂場の前にこれを置いておくだけ、それで自分の体重だったりとか、体のデータが自動で保存されますっていうものなので、その手軽さがね、いいなと思ってこれを買いました。まあ、大体この体重計に乗ってから、データが大体20秒30秒ぐらいで反映してスマホで見れるようになるので、結構そのラグとかも少ないのでかなり使いやすいと思ってます。はい、じゃあ今実際にですね僕が乗って、試してみようと思います。こんな感じで、数字が、出て体重を記録してくれます。今57キロぐらいですね。昔はねもうちょっと痩せてたというか、本当に学生時代はもう50キロちょうどぐらいだったんですね。なんですけど、まあ、社会人になってから、まあ、7キロぐらい太りました。こんな感じで、グラフで体重を表現してくれて、体脂肪率とか、あとはこう体内のね水の水分量とか、この数字で表してくれます。でまあ僕168センチで、でまあ平均体重がね普通はだいたいまあ52から67ぐらいなんですね。なのでまあだいたい本当に半分ぐらい、ちょうど平均体重ぐらいなんですけども、やっぱりね昔に比べたらね太ったなと思うので、ちょっとね頑張りたいなと思ってます。アプリの画面見てみると、こちらが僕の体重になるんですけれども、こんな感じですね、毎日こう上がったり下がったりこう増減をしています。まあ、正直上がったり下がったりで、まあ、そんなにまだ痩せてはないんですけれども、結構これ見てると面白くて、あ確かに食べ過ぎたなっていう日は本当に1キロとか 1.5 キロ増えますし、
まあ、ちょっとね今日はご飯抜いたなっていう時は分かりやすくねこう 500g とかね、痩せたりするんですよね。こうやってこう、まあ、そのリアルタイムで自分のこう、まあ、体重が分かって、それがグラフで見れるとねすごくねこう勉強にもなるし、やっぱりこう、まあ、痩せるね、きっかけというかモチベーション付けにもなると思うんですよね。でこうやって日々の成果が数字で見れるとやっぱりそれが改善につながるんですよね。YouTube とかブログも一緒で、こう反応が見れなかったりとか数字が見れないと、こう何のためにやってるのかなとか、これが良かったのかな悪かったのかなってなんか分かんないんですけれども、こうやって体重もね数字で増減見せてくれると、あこのペースでいったら痩せれそうだなとか、あ今日は食べ過ぎちゃったなってなんか分かるので、これはね非常にいいツールだなと思ってます。で他にも体脂肪率とか筋肉量ですね、これも同じくグラフで確認ができますし、あと結構これすごいなと思ったのが、家族とも共有が可能なんですね。乗った人の体重とか、まあ、体の組成を見てこう人を判別してくれて、でそれでねその人ごとにこうちゃんと、体重の増減を測ってくれるっていう機能がついているので、これ1台でね、家族数人分は、使い回すことができますってものですね。あとはこのデザインですね、これも結構いいなと思っていて、まあ僕が買ったのはホワイトのモデルなんですけれども、割とねシンプルな見た目してるんですよね。こんな感じで白一色のデザインになっていて、まあ、ちょっとね壁とかに立てかけておいてもそんなに目立たないので、まあ、インテリアの邪魔もしないですし、まあ、置きやすいなと思いました。まあ、今は50キロの後半なんですけれども、まあ、もうちょっと絞って50キロの前半ぐらいまではね戻したいなと思っています。やっぱりこう毎日ねこう自分で自分のこう顔をこうカメラに見てると、ちょっとした、ね、変化でも結構違うなって思うことがあるんですよね。まあ、なのでもうちょっとだけ体重を落として、あと筋肉量を上げて引き締まったね体にしたいなと思ってます。というわけで今回は僕がね導入した、体重計ですね、ウィーシング S のボディプラスっていう体重計を紹介させていただきました。正直ねかなりこれ気に入っていておすすめなので、ダイエットしたい方とか、まあ、自分の体重が気になる方とか、まだね家に体重計がない方はぜひねこれ試してみてください。一応概要欄にリンクを貼っておきます。はい、まあ、というわけで、まあ、今回も、この動画がためになりましたよっていう方はいいねもしくはチャンネル登録もですねぜひよろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフのコーチでした。バイバーイ。